和田さんは2001年東京より福島に移住されまして、その10年後に、原発事故が起きました。その翌年、自宅から2キロの実川村に環境省が廃棄物を燃やすための仮設焼却炉を建設したことをきっかけに、放射能ごみ問題処理、放射能ごみ処理問題に取り組まれております。2015年より、イノベーションコースト構想を監視する会を立ち上げられて活動していらっしゃいます。では、主催の NPO 法人、子どもたちの未来を臨床団の松野と呼び、ご挨拶いたします。NPO で代表をやっております松野と言います。今日は暑い中、本当にですね、これだけ来ていただいて、本当に良かったです。心配しておりました。私たちの NPO は、3.11 の東電の事故があって、翌年に結成しましたけども、その年からずっとですね、福島の子どもたちを湘南に呼ぶという、そういうホロプロジェクトを年に2回、春と夏にやっておりまして、ただ10回ぐらいやったところでですね、十数回やったところで、新型コロナ感染症の拡大ということで、保養プロジェクトの実施がすごく困難になってきまして、3年前にもうできないという形で、一応、それ保養には区切りをつけて、ただこの間この10年で福島の復興、あたかも原発事故なんかなかったかのような、復興のニュースがさまざまなマスコミを通じて、特に東京オリンピック時以降ですけどね、流れてくる。で、私たちが毎年保養で聞いている子どもたちやご両親の話というのと、マスコミを通じた復興のニュースというのと全くなんか真逆な、違うんじゃないかということで、3年前にですね、福島の原発を見に行くという会をやりました。20人ぐらいの主要なメンバーで、福島に、研修旅行に行きました。で、現地のですね、方々のお話と、2日間にわたってお聞きしましたけれども、浪江の津島地区であるとかですね、海岸の地域、なので、さまざまな方に言い立てくださったんですけども、お会いして話を聞きましたけれども、全く福島の復興っていうのは、虚構のうちにですね、イメージだけが膨らんでいるということが、発見地に行けばはっきり分かる。やっぱりこれ現地に行って見て、聞いてですね、実体験しないと、どんどん騙されちゃうなという気がしましたね。で、そういう中で、もう雇用を続けることができなければ、現地でさまざまな活動をしている方を、3.11を記念して、一度現地の声を聞くという講演をやろうということで、お呼びし始めまして、これから毎年やって、現在が4回目で、で前回は汚染水の放出の問題をめぐって、福島のですね、漁民の漁師の方のお話を聞くという会に、また対馬地区のですね、廃村になっていくような山が、山村が、戦前続いた山村が原発事故のうちに山に飲み込まれてしまうような、そういう状況の中でなしつでもなく朽ちていくという、そういう中でですね、東電を相手に戦っておられる方々の話を聞きました。で、今回はですね、福島イノベーションコースト構想、これ最初聞いた時に何だか分からなかったんですね。イノベーションコースト構想って最初ですね、コースト構想ってゴースト構想から思いましてね、もうですね、福島はまた幽霊地区に住むさという、そういうですね、悪い冗談かと思いましたけれども、大体こういう予防をしてですね、いろんな明るい未来が当たるというような政府主催のものは大体ろくなことはないんですね。で、そして必ず分かりにくくなってるんですよ。
いかにもですね、明るい未来があるような方で、実際を見ようとすごく分かりにくい。これは今日和田さんのお話を聞けば、すごくですね、整理されてくると思いますけれども、なんかいろんなものを見てもですね、よく分からないんですね。で、ただ僕が思うことは、このですね、福島復興に関するですね、構想というのも湯水のように金を使っておりますけれども、全てこれは皆さんが納めている復興特別税という税金で、これは事故が起こった後に二十数年にわたり15年間にわたって、まあ、所得税、住民税、そして法人税から税に上乗せする形でもって福島の復興のために使うという形で税金を取ったわけですよね。でなんと法人の方の企業が納める復興特別税が2年で廃止になっちゃうんです。それで私たちのですね、納める住民税や所得税の中から復興特別税というのを延々と続いておりまして、あと十数年続くんです。でこの金ははっきり言って使い金です。で福島の復興という大義名目のもとに予算は何でもつくからといったのでもってジャブジャブ使えるというのでもってろくなことに使われていない。で、復興以外のことにも大量に使われております。で、そういうですね、でたらめの上に成り立っているような構想がですね、非常にだからですね、ただ新社会していくと分かりにくいわけですね。で今日本当に和田さんに、大変な問題ですけれども、これをですね、整理して分かりやすくお話をしていただける機会を持つことができたらと本当に嬉しく思います。ではゆっくりですね、ご清聴ください。山田さん、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、本日はこのような貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。福島から参りました和田と申します。よろしくお願いいたします。私は2001年に結婚を機に福島に移住をしたんですけれども、10年後の2011年に、震災が起こりまして、そこで初めてその、まあ、原発というものの怖さを知った次第なんですが、本格的に取り組み始めたのは2012年の秋口からでした。そのきっかけとなったのは環境省がですね、放射能に汚染された除染廃棄物とか農林業系の廃棄物なんかを、まあ、燃やすための仮設の焼却炉というものを私の自宅 の, すぐ近くにそれを秘密裏に建設計画を進めていたということを知りまして、それをきっかけに猛烈な反対運動を展開したんです。でそれをきっかけにこの問題に取り組み始めました。でその過程でさまざまな国のなんというか、かなり卑劣なやり方というか憤りを感じて次から次へとその放射能の、焼却炉を、建てる計画が進行していたとかですね、いろんな問題を目の当たりにするようになって、ずっとここに取り組んでおります。今お手元に配られていると思うんですけれども、除染廃棄物のフレコンバッグの写真が載っております。あなたの隣にこのフレコンバッグの土が来るかもしれないよという、その Q&A の、チラシも作ったりして、その問題を知らせる活動を行っています。そちらの方がずっと本格私のというかメインに取り組んでいる活動で、その過程でですね、同時並行でこのイノベーションコースト構想というものが進行しているということを知りまして、これは何だろう、私も最初は分からなかったんですけども、知れば知るほど大変なことになっているようだと、いうことで、並行してこちらの方を調べて発信する活動をやっております。今日ちょっと資料が膨大になってしまいましたので、十分な時間をいただいているのですから、途中途中で、ご質問をいただきながらゆっくり分かりやすく進めます。